長瀬連主演の映画東京タワーの CM が放送され、共演に平野翔が登場したことで、ファンの間で大きな注目を集めています。この待ちに待った瞬間は、両者が金プリとして共に活躍することで知られる、ジャニーズ事務所のトップアーティスト同士のコラボレーションによるものです。この CM の放送は、多くのファンにとって夢のような瞬間でした。 長瀬廉と平野翔はそれぞれの個性と魅力でファンの心を捉えており彼らが一緒に出演することはまさにファン待望のイベントでした特に金プリとしての活動が知られる彼らが映画の CM で共演することでファンの期待が一層高まりました東京タワーは都会の喧騒の中で生きる 若者たちの姿を描いた感動的な物語であり、長瀬廉が主演を務めることで、ますます注目を集めています。そして、平野翔の出演は、この映画に、新たな魅力を加えることになりました。この CM の放送により、両者のファンたちは大いに喜び、SNS 上では彼らの共演について、熱心に議論されています。彼らの個性的な魅力と、映画、 東京タワーの魅力的なストーリーが相まって、この CM は多くの人々の心を掴んで話しません。さらに、この CM は映画の公開を控えたタイミングで放送されたため、東京タワーへの期待が一層高まりました。長瀬廉と平野翔の共演が映画の興行成績にも良い影響を与えることが期待されています。結論として、長瀬廉主演の映画、 東京タワーの CM での平野翔の出演はファンにとって待ちに待った瞬間であり、両者の共演は視聴者の心をつかんで話しません。この共演が映画の成功にさらなる輝きを加えることは間違いありません。4月20日、キングプリンス、長瀬恋25の連続ドラマ、東京タワーテレビ朝日系、土曜日夜11時からの第1話が放送された。 東京タワーは、直木賞作家、江国香織氏の同名小説が原作。2005年には、黒木瞳63主演で映画化され、その際は、岡田純一43と黒木、嵐、松本純40と、寺島忍51の濃厚な男女シーンが話題となった。令和版では、岡田と黒木が演じた役を流せと、板谷由か48、 松本と寺島の役をトラビスジャパン松田玄太24と恵四42が演じることで放送前から注目を集めていた本編は長瀬さんのナレーションの演技や美しいビジュアルが素晴らしかったですね放送前の期待を裏切らない満足度の高い仕上がりになっていましたそして一部ファンの間ではドラマの合間に流れた CM がキンプリ共演だと 大きな話題になり、相乗効果で盛り上がりを見せていますね、女性史ライター。東京タワーには、大天料、メーカー、サントリーの商品、緑ジムソーダの CM が流れた。同 CM は、元金プリ23年5月だったいで現在は、ナンバーアイの一員として活動している、平野翔27が出演している。そのため、久々に二人を同時に見れたじゃないか。 でガッツポーズ使用連大好きな私からしてありがたい瞬間だった提供がサントリーさんで CM 中に使用連案件出されて動揺したなどと平野と長瀬の共演に喜んだり驚いたりするファンの声が XQ ツイッターに多く寄せられている一方でサントリーが長瀬さんと松田さん Q ジャニーズの新事務所 スタートエンターテインメントのタレントがメインで出ている連続ドラマのスポンサーをしているという点にファンは非常にざわついています全道。サントリーホールディングスはジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏去年87の加害問題を重く受け止め同事務所のタレントと新規契約を結ばないことを23年9月に発表旧ジャニーズのタレントが スタート社に移り、本格的に再始動した4月10日以降も、同社在籍タレントは、サントリーの CM に出演していない。そんなサントリーが、長瀬と松田が、メインキャストを務めるドラマ、東京タワーに CM を出向していたことに、ファンは、まさか、と驚いたようで。東京タワー、思っきり主演も脇役もじゃなのに提供は、サントリーなんだと思った。 東京タワー、サントリーがスポンサーついてるのなんのギャグだよ。昨日の東京タワー、サントリーが提供してて、びっくりこきまろ。提供先間違っちゃったといったざわつく声が X に寄せられているのだ。サントリーに憤るファンは、一定数いるが。民放キー局関係者は話す。現在でも、ハッシュタグ、さよならサントリーを使って、 不買運動をする動きがあるくらい、旧、ジャニーズのファンにとって、デリケートな話題ですからね。ただサントリーは、旧、ジャニーズの出演している番組、ドラマへの出向を一切しない、などとは言ってないんです。一度だけそうした話が浮上したことはありましたが、あくまで、可能性の段階でした。サントリーの新郎武史社長は、 23年9月16日付の朝日新聞のインタビューで同事務所の所属タレントが出演するテレビ番組のスポンサー降板を改善の姿勢がなければあり得ると話したことはあったしかし現在もサントリーはスターと社のタレントの出演番組に CM 出向をしている現在放送中のドラマではストーンズの京本大我29主演の お迎え渋谷くんフジテレビ系火曜夜11時からは東京タワーと同じスタート社のタレントが主演の4月期ドラマだがサントリーがスポンサーを務めているサントリーはテレビ朝日のさまざまな番組に CM 出向しており時にはバラエティ番組と特別なコラボを行うなど同局との関係性は非常に良好だと思われますドラマ 東京タワーへの CM 出向も、そのサントリーとテレ朝の深い関係性からと考えられます。長瀬さんと平野さんの金プリ、共演が話題になり、それでサントリーは旧ジャニーズと縁を切ったんじゃなかったのか、などと SNS は荒れてしまいましたが、今回の CM 出向にそれほど深い意味合いはなかったのではと考えられますね。動揺したり憤るファンもいて、 その気持ちも理解できますが、サントリーは、旧ジャニーズ事務所の所属タレントが出演する、テレビ番組のスポンサーを降板するとは、明言していないわけで、今回の長瀬さんと、平野さんの共演、は、本当に、偶然の可能性もあるでしょうね。平野の CM が流れるという、思わぬ展開で話題を集めた、長瀬主演の連続ドラマ、東京タワー。 話題性を後押しに、2話以降、多くの視聴者を集めることができるだろうか。先日、ファン待望の瞬間がやってきた。金プリの二大アイドル、長瀬廉と平野翔が、東京タワーでの素敵な共演を果たしたのだ。この特別な瞬間は、ファンにとって本当に眼服だった。平野と長瀬の金プリ共演に、ファンの心は一気に沸騰した。 その瞬間を切り取った一枚の写真が SNS 上で柴叩く間に拡散され世界中のファンが興奮に包まれた彼らが東京タワーで見せた可愛すぎツーショットはまさにファンの期待を裏切らないものだった二人の笑顔が溢れそのキラキラした表情はまるで夢の中にいるかのようだったその姿を見てファンの心は彼らの魅力に引き込まれていった キンプリといえば、その爽やかな笑顔や、キュートな仕草でファンを魅了する。しかし、この東京タワーでのツーショットでは、彼らの魅力がさらに引き立っていた。平野の透明感あふれる笑顔と、長瀬のキュートな表情が、まるで画面から飛び出してくるようだった。この特別な共演は、彼らのファンにとって思い出深いものとなったことだろう。 彼らの魅力がより際立ったこの瞬間を共有できたことはファンにとって喜びの一時だったに違いない。そしてこの素敵なツーショットが示すのは彼らの絆の強さだ。金プリとしての活動はもちろん個々の活動でも彼らの絆は不動のものとなっている。彼らの友情と信頼がファンにも伝わってくる。今後も彼らの活躍から目が離せない。 金プリとしての共演はもちろん、個々の活動もファンにとっては、楽しみなことだ。彼らの魅力に引き込まれたファンは、彼らのこれからの活動にも期待が高まるばかりだ。金プリの二大アイドル、長瀬廉と平野翔が見せる魅力は、まさに言葉では表せない。彼らの活動から目が離せない、今後の展開に、ファンの期待はますます高まるばかりだろう。 東京タワーの重要なシーンに登場した猫と長瀬のツーショット。本当に眼福って言葉がぴったり、にゃんことのシーン可愛くてキュンでしたといった声が寄せられている。